とヒロミの妻、元アイドル松本伊代ちゃん57ちゃいがテレビ番組狼少年の収録で全治3ヶ月の重傷です。ヒロミちゃん、 TBS の発表によると松本伊代はこのクイズ番組の不正解者が落とし穴に落下する企画、スークーチで不正解、穴に急落下、即落下。このように落とし穴にはスポンジ状のクッションがあるにせよ、 1.5 メートルの落下は衝撃がかなり強く腰を負傷したとのこと。病院の検査では腰椎圧迫骨折と診断され全治3ヶ月。この事故に対して TBS は謝罪。その説明でも、この計画は過去に2回も行っており、今回も事前にシミュレーションを繰り返し行い、着地する場所にはウリタンを大量に敷き詰め衝撃を吸収するなど安全対策に努めておりましたが、と安全面に不備はなかったと主張。そんなんじゃなくて、若いスタッフでシミュレーションしても意味ないから。でこの発表を受け、ネット上ではその年齢で落とし穴はさすがに危険とか、シミュレーション通りに落ちなかった意欲が悪いと言いたいのかな、などと批判殺到。ヤフコメでは驚異の5万いいねで大炎上。テレビを見る中心世代の年齢層も高いから、昔のアイドルが出演すれば受けがいいんだろうけど、それにしてもね、とそんなこともあって、狼少年打ち切りかとの噂も出ており、番組の存亡すら危ぶまれております。松本伊代は去年7月にプライベートでストレッチ中に胸椎を圧迫骨折しており、約1ヶ月半にわたりレギュラー番組を見合わせていたこともあって、骨粗鬆症の可能性もあると心配される中、伊代はまだ16ならずもう60近いお年を召してるわけですから、芸人みたいな扱いはちょっと酷だと我思う。てかテレビ番組ってそういう安直な罰ゲームに頼りすぎよね。てなわけで、バラエティ番組で骨折した芸能人5選いきまっしょい。どんどんエグくなります。まず2012年、ワイルドタレントスギちゃんがテレビ朝日のバラエティ番組で10メートルの高さからプールに飛び込んだ衝撃が原因で第12胸椎破裂骨折。ワイルドでかわいちょ。で、2012年、お笑いコンビ、ズンのヤスが、トンネルズの皆さんのおかげでした。で、骨折。新潟県のスキー場で、ゲレンデを水上スキー用のゴムボートに乗って、滑走し、タイムを競うゲームの最中に、腰を強打。病院に搬送され、第2腰椎破裂骨折、第1腰椎両側突起骨折など、と診断され、痛そう。で、2019年、ダウンタウンのガキの使いやあらへんで、笑ってはいけないシリーズに仕掛け人として出演していた俳優の佐野史郎、当時64歳が収録中、液体窒素を充填したペットボトルを破裂させた力で宙に浮くという企画で腰を打った。収録後、痛みを訴え病院へ搬送。診断の結果、第3腰椎骨折で手術の必要はないものの、全治2ヶ月と分かった。液体窒素破裂で60歳が宙に浮くとか、正気か。で、2008年 TBS 系特番オールスター感謝祭で、次長課長河本がローション相撲企画でプロレスラー小川名古屋と対決。体格差をもろともせず河本は小川をねじ伏せたが、100キロを超える小川の体重が河本に全てのしかかり、胸の骨を折る怪我を負ってしまった。これぞ芸人魂。そんで2003年、ボヘミアン歌手の故桂木由紀さんがフジテレビのスタジオ内で、トンネルズの皆さんのおかげでしたの収録中に、人間大砲、人間大砲というゲームで歌手5人が次々と発射され、ウレタンを敷いたプールに着地するという無茶企画に、カタパルトからゴム動力で急激に動く台から押し出され、その歓声で7、8メートル飛ばされ、歌手田中誠二さん56歳、福川俊一、ふっくん38歳、松村和子41歳ら4人に続いて最後に飛び、桂木さんだけが鋭角に着地してしまい背中を強打したとのこと。見ちゃおれん。桂木さんは救急車で病院に運ばれましたが、第7胸椎骨折の重傷、約4時間の手術を受け全治3ヶ月。ここでもフジテレビは数回のリハーサルを行い万全を期したとしており、リハーサルは本人ではなくスタッフが代わりに飛んでおり、本人はぶっつけ本番。ぶっつけ本番だよ。年齢50歳前後の訓練を積んでない人がいきなり7、8メートルも飛ばされるのは非常に危険と批判殺到した。はい、てな感じで、マジやばいですね。昭和の番組 YouTuber で落ちてるのを見てると、もうすぐビンタするし、ひどいのは軽トラにはねられたりと、むちゃくちゃなの多いよね。だから最近のテレビはオワコンながらも安全対策は万全だと思うけど、出演者の高齢化もかなり深刻だと私は思う。ジャニーズの現役アイドルと60近いタレントが絡んで同じことさせるんだから、そこまでしなくても数値取れるスキルをプロなら頑張ってほしいですね。君たちならできるさって方。